長塚漢方堂です。今回は血圧を下げる食べ物というテーマでお話しします。血圧がなかなか下がらなくて、将来脳梗塞などにならないかと心配なので、血圧を改善するための食べ物が知りたいという方にお届けします。今回ご紹介する食べ物を使って体質を変えていくと血圧を改善する手助けになりますので、参考にしてください。血圧を上げる原因は体質的にいくつかありますので、それらを改善する食べ物としてトウモロコシとヒゲ、菊の花、黒ごまをご紹介します。まずはトウモロコシとヒゲ。あえてヒゲと言っているように、普段は捨ててしまうことが多い部分ですが、大変役に立ちます。トウモロコシとヒゲは余分な水分を排出してくれますので、むくみなど充満による高血圧を改善するのを手助けしてくれます。血圧が上がる理由の一つに、体の中に余分なものが充満していることが挙げられます。ホースの中にたくさんの水が入っている状態や、ホースの外側から圧力がかかってしまって水の流れを邪魔している場合、水をホースの先から放出するためには蛇口を大きく開いて圧力を高める必要があります。これと同じように、血管の中や周囲に物が充満して溢れていると、血液を目的の場所へ届かせることが難しくなります。そのため、体の中枢としては血液を届かせるために心臓の圧力を高めて届かせようとするので、血圧が高くなります。トウモロコシとヒゲは胃の働きを高めるため、食欲不振などを回復させるとともに、利尿作用があって余分な水分を排除してくれますので、むくみやすい方や尿の出が悪い方の高血圧におすすめです。しかも含まれているカリウムによって体内の塩分を排出する手助けもしてくれます。この塩分を排除する、余分な水を排除するという働きによって、血管内外の余分な水分が解消されることで、血液が目的の部位に届くことができるようになるので、血圧の改善に期待ができます。またヒゲには胆汁の分泌を促す働きがあるため、脂肪の消化を助け、肝臓の持つ解毒作用とともに体の中に停滞している老廃物を排除する働きも手助けしてくれます。トウモロコシの実は茹でても蒸してもお好みの食べ方で、ヒゲはお茶にして飲むのが簡単です。面倒な方はお米と生のトウモロコシ、ヒゲを一緒に炊いてしまうのもおすすめです。続いて菊の花。菊の花は興奮を鎮めて末梢血管を拡張してくれますので、イライラなどによる高血圧を改善するのを手助けしてくれます。ストレスなどでイライラすると、交感神経が緊張して心拍数が増えて心臓の収縮力が強まるので、心臓からの拍出量が増える一方、末梢の血管は収縮します。血圧は血管に加わる血液の圧力によって作られ、心臓から拍出される血液の量に末梢での血液の流れの悪さによって決まります。心拍出量は1回あたり心臓がどのくらいの血液を押し出したのかということと、心臓が何回押し出したのかによって決まりますので、興奮している状態や活動が過剰になることによって心臓が血液を押し出す圧力が強くなり、押し出す回数が多くなれば血圧は高くなります。これはホースへ水を押し出すポンプの機能が強すぎる状態です。また末梢血管抵抗は血管の弾力性が低下して硬くなってしまうことで強くなりますので、交感神経の緊張によって末梢の血管が収縮してしまうと血圧は高くなります。菊の花は熱を冷まし興奮を鎮める働きがありますので、ストレスによってイライラする方の高血圧におすすめです。菊の花にはアドレナリンにうまく作用して末梢血管を拡張しつつ、血管を調整する働きを穏やかにして血圧を下げる手助けをしてくれます。また熱を冷ます作用によって頭痛や発熱、頭がふらつくなどを改善するのにも役に立ちますし、抗菌作用と皮膚の膿を排出する働きによってニキビや肌荒れなどを改善する手助けもしてくれます。漢方や薬膳の世界では目のかすみ、乾燥、充血、眼精疲労など目のトラブルによく使われていますが、ビタミン B1 が視神経に栄養を与えてくれるからだといいます。目のトラブルもお持ちの方は、クコ
好みとともにお茶にして飲むと効果が高くなります。高血圧を解消するには菊の花をそのままお茶にして飲んでも良いですが、血明子と一緒に煎じて飲むとさらに効果が高くなります。ただ独特の風味がありますので、飲みにくいと感じる方はウーロン茶などに混ぜて飲むと緩和されますのでお試しください。そして黒ごま。黒ごまは体の潤いを補充してくれますので、体の乾きによる興奮や血管の弾力性の低下による高血圧を改善する手助けをしてくれます。血圧が高くなる理由に興奮や活動の過剰があると言いましたが、体の興奮を穏やかにするには冷却水となる体の潤いが必要です。しかし体の潤いが足りなくなると相対的な熱が過剰になって体の興奮が収まらなくなるので血圧が高くなります。ポンプに例えますと、ポンプを冷やす冷却水が足りなくなってしまったことでオーバーヒートしてしまった状態と同じですので、働きが異常に高くなります。また末梢血管の抵抗が高くなることでも血圧が高くなりますが、潤いが足りなくなることで血管の弾力性が失われてしまっても血圧が高くなります。ちょうど乾燥して硬くなったホースに水を押し込むような感じになりますので、強い抵抗がかかるようになります。さらに潤いが足りないことで血液がドロドロするようになっても、ドロドロしたものを流すためには強い圧力が必要となるので血圧は上昇します。このような原因で血圧が高くなっている場合には黒ごまがおすすめです。黒ごまは体を潤すことで相対的な熱を冷ます働きがありますので、耳鳴り、頭痛、めまい、ほてりなどに効果があります。ポリフェノールが含まれていますので抗酸化作用も期待でき、若返りを促すとも言われています。また腸を潤すので便秘にも効果があるとも言われています。黒ごまの食べ方はすりごまにしてご飯にかけて食べるのが一番簡単ですが、桑の葉と蜂蜜を混ぜて食べると高血圧はもちろんですが、貧血によるしびれや腸が乾燥したことによる便秘にさらに効果が上がります。材料は桑の葉 50g、 黒ごま 200g、 蜂蜜は適量で、作り方は桑の葉を粉末状にしてごまをすりつぶしたものと合わせて蜂蜜で練って団子状にして食べましょう。また緑豆を使った料理に黒ごまを一緒にして食べると、緑豆の熱を冷ます働きと利尿作用の働きによっても高血圧の改善に効果がありますのでおすすめです。ではまとめです。ここまでトウモロコシとヒゲ、菊の花、黒ごまをご紹介しました。ただしどんなに良いものであっても食べ過ぎると血圧は上がります。というのも血圧は血液を必要とする部位へと届かせる働きですので、食べ過ぎによって体の中で余分なものが充満すると圧を上げないと届かせられなくなるので、体は圧力を上げようとするからです。また高血圧というと塩分がやり玉になりますが、その他にも脂っこいものなど、アルコール、カフェインを含むものなども注意が必要です。また白砂糖を多く含む甘いお菓子類なども、生姜の砂糖漬けのように浸透圧の働きがあり、砂糖が体の中に水分をとどめる働きがあるので余分な水分が停滞しやすくなります。ちなみに 1g の砂糖があると 3g の水分が体に貯留するとも言われています。また白砂糖には体の中で動きの悪いドロドロした粘っこい状態のものを作ることがありますので、これが血液の動きを悪くすることでも血圧は上がります。ただしくどいようですが取りすぎが問題ですので、空腹感を感じたら食べる、喉が渇いたら飲むようにして適量を心がけるようにすることが大切です。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。